橋へのボール、前を向いている。さあシュートを打てるか。シュートだ。ポストに当たって入りました。サンペール、スルーパス、古橋が抜け出してきた。シュートを打った。今日2点目。石原選手ですからね。サンペールから、さあ古橋、古橋どうか。古橋、おー、ナイスキーパーで、しかしここはゴールが決まりました。プレスバックして取って、そして古橋、1対1、シュートは決まった。先制。相性のいい噂でゴールを決めました。石を使ってプレス対してきましたけど、はい、石をうまく突っ込む。クイックリスタート、古橋だ。安井のシュート、古橋の左足、ファーストシュート、決めたのは左足で古橋です。速いボレーで、いやー決まりました。ニアに飛び込んだ中、酒井豪徳入っていますか。アリークロス、バックヘッドだ。古橋のヘッドが決まりました。酒井クロス、古橋だ。山口戻し、古橋来た。古橋、古橋のシュート。酒井豪徳、3人いる、1体ボール、ボール、ルーパス、さあ古橋抜けた、古橋先制。ヴィッセル神戸、フラッグは上がりませんでした。神戸同点に追いつきました。あ、ここもチャンスだ。古橋かわした、シュート打つ。宮本マルティ、ああ古橋、ボールを奪ってシュートだ。入るか、入りました。ベルジーサンペールから古橋、古橋、イニエスタ、裏へのパスは足元、古橋、あると思いますね。山口残して、もう一度山口リターンもらって折り返す、ゴール前。そのあたりの指示に少し時間がかかっているようです。抜け出した、古橋、キーパーの1対1、動きを見て決めて、ハットトリック。日本代表、古橋強豪、ハットトリック。まだ山口、顔出してイニエスタ、ヒール流して山口、イニエスタ、かわして折り返した、ヘッド、古橋、伊藤のクロスは、そしてヘディング、押し込んで入りました。そして決めたのは古橋、代表初ゴール。古橋が走っていく、そうですね、これ見ても狙ってますからね。来た、11点目。裏を取った、浅野だ、抜けた、チャンスシュート、キーパー出てきました、さらに後ろから古橋シュート、決めた。縦パスから抜けていった、長い、見事に決まりました。5分あればまだ勝ち点を取る可能性ある。古橋、古橋、古橋、浮き玉、同点、3対3追いつきました。古橋、古橋、古橋、さあ入った、古橋、中4人いる、ワンツーから酒井、折り返す、後ろから古橋、見事にイニエスタを起点に崩しました。イニエスタ、酒井、最後は古橋の仕上げ。選手が前を向いて、はい、その山口に入れる、もらった、足元、シュート、ナイスゴール、古橋だ。古橋の足元、古橋だ。こぼれるのか、かつて、いや、面白い、いや、押し込んだ。最後は古橋、同点、1対1。いや、面白いボールだ。さあ、チャンスシュート、どうだ、きた。古橋一戦、2対1、勝ち越し。藤本パス、古橋が来た、古橋が来た、古橋は勝負もできますが、古橋、古橋、中持ち出した、古橋のシュートだ。1対3、鮮やかなカウンター、ヴィッセル神戸、ゴーグラス、ポスト、古橋。
サイド、古橋三原へのパスクロス、ヘディング、止まれて押し込んだ古橋が中入ってくる、イニエスタ、イニエスタ戻して、古橋ヴィッセル神戸先制古橋が狙ってきた決まった同点に追いついたヴィッセル神戸こうフィニッシュに絡んでますけど湘南らしいですよ ね, そうですね全攻撃全守備ですから、はい、おーいどうだおーしながらイニエスタ一気に入ってきた古橋古橋先制神戸古橋さあ西本のパスから古橋シュートる古橋、庄司、古橋、浮き球古橋の浮き球クロスが入ってくるドーグラス、押し込んだもう一度浮き球、ドーグラスから古橋だ、シュート中に入れてきた、速いボール、これが決まったイニエスタ、さらに古橋、前を向いているシュートだゴールネットを揺らしましたマッチアップする形が多いですからね伊賀のスルーパスチャンス古橋だーいやーボール合計拾う落として左足最後は古橋田中狙うシュート西川これを古橋さあ取った古橋古橋パスを出した酒井、うん、そしてもう一度シュートーラストゲームで自ら惜別のゴールを決めました大崎が残す、ゲートを落とすシュート最後は古橋、ついに決めました古橋の移籍初ゴールボールはこぼれている、古橋ダブルタッチ巧みにディフェンダーの間を抜いていきましたクロス上げて決まった中2人フラッシュワンタッチいやー決めた足引きながら受けたいい受け方だ素晴らしい浅野が開くその浅野へシュートおー奪った古橋さあスピードもあります古橋古橋どこ使うか中上げてきました中坂か若坂のシュート長いボール古橋古橋が受けた中へこぼれているとそうとしましたイエスタはゴール前イエスタゴール前田中純也イニエスタからのボール中折り返してビジャンこれで勝ちましたビジャン入ったビジャン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 カバークロスが行くビジャンが来たビジャンを使ったビジャンだを今度は速いボールその菊池かヘディング浦和仕掛けてクロス、うん、さあウェイント来たイエスタところが手をもらった横浜 F マリノス戦はスプリントの回数42回という驚異的な数字を残しました右サイドバックの森下イニエスタ前を向いている折り返したシュートだグランダーのボール安井だ古橋運ぶ古橋斜めに入れるドーグラス古橋田中近寄ってきた田中純也の左足足元へというジェスチャーを見せましたが一回左古橋古橋カットインして中藤本奥へドーグラス西のパスだいった古橋だ立ち上がりから動いてきました古橋中に入って古橋のシュート古橋どうぞ古橋中どうぐらすポジショニング古橋またこのボールにもう一度も
らう古橋。古橋左足のシュート。ボケがボックスに入ります。仕掛けました古橋。古橋。古橋。サンペールから古橋胸トラップコントロールして前を向けるかどうか。かわした。全体上がれば金監督が言ってます。逆サイド藤本がいった。ロングボール古橋を狙っている。さらに山口穂太る。うわスピードがある古橋のスピード。コースケをしたが反対に古橋粘って、ライブきつい主張で声をかけました。入れ替わり古橋行く。粘る古橋。2回に古橋行く。1人剥がした古橋、はい、古橋かという話が残っている。さあ今度は古橋パクリグドーグラスを左足だ。神戸同点。三笘が前を向こうというところです。さあ前を向いてキーパーと1対1になるかどうか。いいディフェンスだ。最後古橋か。いや古橋がスプリント力をディフェンスに。さあこれはカウンターチャンス。お抜けてきた。さあ一番怖い松尾です。松尾が行った。松尾が行った。古橋が来た。さあ古橋スピードがある。古橋から田中純也、そして山口も上がってきました。さあ古橋かけた、はい、古橋前を向く。信じられませんでした。ナイスコントロール。人も増えてますね。難しいからね。本当そうなんですよ。彼は結構ねチャンスは古橋に出す。1対1。またヨニチを振り切った。リーマッチもなかなかできにくい状況でもありますが、古橋切り裂いてシュートだ。足元でも受けられますし、まあ、背後に今の浮き球のパスでしたけど、周りよりも低くて速いボールですね。かもしれませんね。さあ胸で受けて古橋アウト。古橋富田がつきますが速い。古橋速い。持ち込んでシュートまで行きました。まだキープをしながら切り返した。初ゴールということになりました。イニエスタです。古橋引き返す。池田からファンアラウノでした。この背後ってところダンクが出てきて、サンペルは非常にいいもの持ってますね。古橋がうまくパッとなんかマジタンクで本体もトップレスゴールが入ります。自分で行きます。クロスグランダーとイニエスタ。古橋おー PK ゴール1本。古橋が抜けようというところ。いいトラップだ。石原直樹平川のプレー。長いボール。古橋ロングボール。古橋を狙っている。そしてフェルマーレンから古橋。いいトラップから古橋外で受けて中に入ってきます。古橋かわしていく。2番飛び出しましたですね。さあ古橋が出てきて左足の浮き球。サブタナ古橋ミドルシュート狙ってきた。パンチングこぼれた。押し込みました。そこから古橋に出す。どうだシュート。神戸のゴールネットを揺らしました。荻原岡原古橋来た。どうだ。直接が受けますがパスミスになります。そして裏に抜けていく酒井ゴード。右古橋から酒井ゴードへ。古橋粘って残して山口アウプレー。中を向いて古橋小田。イニエスタからこれ通っていく。戻して田中。ついに抜けてくるんですよね、はい、さあプラススペースがある。そのまま自ら運ぶ。がボールを握りながらプレーをするチームでもあります。古橋中に藤本が待っています。古橋折り返した。はい
さあ古橋スピードアップ、そこにすぐにイニエスタから出た、牛本が走っていく、頼む、さあそこ、はい、欲しいですね、だからね、これも